アストリットライ・アンナエミリアリンド・グレーンは、スウェーデンのフィクション作家、自動書編集者、映画脚本家であった。長靴下のピッピ、レンネビリアのエーミル、屋根の上のカールソン、ヤカマシ村の子供たち、騒ぎや通りのロッタが登場する自動書シリーズや子供向けファンタジー小説、ミオよ私のミを、山賊の娘ローニャ、遥かな国の兄弟で、最もよく知られている。 リンドグレーンは、ストックホルムにある出版社ラウェインシェーグレンの児童、文学編集委員会に従事した。リンドグレーンの著書は、世界の70カ国語以上に翻訳され、100以上の国で出版されている。2017年の集計では、リンドグレーンは、世界で18番目に、多くの言語に翻訳された作家であり、子供向けの作家としては、イーニット・ブライトン。 ハンス・クリスチャン・アンデルセン、クリム兄弟に次いで4番目である。リンド・グレーンの作品はこれまで全世界で1億6500万冊が売れている。1994年、リンド・グレーンは子供の権利と個性の尊重に捧げたユニークな作家性が評価され、ライト・ライブ・リフト賞を受賞した。リンド・グレーンスウェーデンの南東部のビンメルビューで4人兄弟の長女として生まれた。 田園地帯の小さな牧場で家族と共に過ごした幸福な子供時代の経験が作品の下敷きになっている。10代の時、晩年のエレン・ケイに会い影響を受けたという。その後、教師や事務員をする傍ら執筆活動を始め、1945年、長靴下のピッピを執筆。これが彼女の世界的な名声の出発点となった。もともとこれは、 彼女の小さかった娘カーリンのために考え出されたものだという。リンドグレーンは子供の権利や動物の権利の擁護者としても知られ、あらゆる虐待に反対の立場を表明している。1993年、ライトライブリフット財団から財団賞を受けた。1958年には青少年のための文学作品に与えられる国際、アンデルセン賞も受賞している。 リンド・グレーンの作品は、スウェーデンの豊かな自然に囲まれた子供たちの姿を描いたものから、少年探偵が活躍する推理者、幻想的なファンタジーなど、幅広く、長靴下の、ピッピ、やかまし村の子供たち、ロッタちゃんなどは、テレビ、映画化もされている。2002年に、スウェーデン政府がリンド・グレーンを記念して、児童青少年文学賞である。 アストリット・リンドグレーン記念文学賞を創設した。2005年に絵本作家、荒井良次が日本人初の受賞となった。長靴下のピッピシリーズは全世界で1億3000万部以上を売った。ヤカマ村はイエータランド・スモーランド地方の様子を元にしたものであるという。スモーランド地方の街、ビンメルビューには リンドグレーンが生まれ育った1900年代初頭の村を再現したテーマパーク、アストリッドリンドグレーンワールドがある。長靴下のピッピ尾崎よし、大塚雄造、石井敏志子役長靴下のピッピピッピ船に乗る、ピッピ南の島へ、やかまし村の子供たちやかまし村の春、夏、秋、冬やかまし村は、いつも賑やか屋根の上のカールソン名探偵、カレ君カレ君の冒険名探偵、 彼とスパイダンさすらいの孤児、ラスムスラスムスク英雄になるミオよ、私の身を小さい兄弟私たちの島で、親指小僧、ニルスカールソン屋根の上のカールソン飛び回る、遥かな国の兄弟三族の娘ローニャ面白そうの、子供たち側のほとりの面白そう屋根の上のカールソン、大活躍イサと、おばあちゃんなお、長靴下の、ピッピ、ヤカマシ村、名探偵、カル、 平君角シリーズ同様、屋根の上のカールソンも三部作であるが、三作目、屋根の上のカールソン大活躍のみ2007年まで、日本語訳が刊行されなかった。小さい兄弟、親指小僧、ニルス・カールソン、カイサとおばあちゃんは、短編集。菱木明やと、石井敏子による、解約版。長靴下のピッピピッピ船に乗るピッピ南の島へ、 ヤカマシ村の子供たち名探偵、彼城跡の謎、やカマシ村の春夏秋冬、名探偵、彼地主館の罠やカマシ村は、いつも、賑やか名探偵彼危険な夏の島1956年に、スウェーデンの女性写真家、アンナ・リブキンイコール・ブリックが出版した子供向けの、お話付きの写真集シリーズのうち、9冊のテキストを、その出版社の編集者であったリンド・グレーンが、担当した。 このシリーズの最初が日本で撮影されたエヴァ・モーター・ノリコさんという一冊であり、スウェーデンのエヴァという少女がノリコという日本の少女を訪ねる設定で日本の文化を紹介した。内容自体は戦後ながら着物姿で生活し、勝負風呂に入り、おみこしを担ぎ、ひな人形を飾るといった外国人向けの現実離れしたストーリーだったが、スウェーデンよりもイスラエルで人気を得、 ヘブライ語版は28版を重ねた。幼い頃に愛読者だったイスラエル人の映画監督がモデルとなった少女たちを追うドキュメンタリーを制作し始めスウェーデンで医師となっていたエヴァを見つけ2013年にはノリコを探すために来日した。アストリッド・リンド・グレーンザ・ウーマン・ビハインド・ピッピ・ロング・ストッキング・レビューザ・アイリッシュ・タイムズ2020年5月3日へ覧。 アンデルセン、ジェンズ・アストリット・リンドグレーン、ザ・ウーマン・ビハインド・ピピ・ロング・ストッキング、イェール・ユニバーシティ・プレス、ISBN 9780300235135、https://books.google.com/books <bt> <com>、id= すべてウォーケーバッジ&、q= イコールアストリット、リンドグレーン西チルドレーン 27s、エディトリアルボード、 ラブパーセント C3 パーセント AQN& ピコグラムイコール PA228 ユネスコ S スタティスティックスオンホールインデックストラレシャナムデータベースユネスコ2012年2月28日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年2月22日閲覧 FAQ アットアストリットリンドグレーンオフィシャルサイトアーカイブド11 オーガスト2010アットザウェイバックマシンアストリッドリンドグレーン絵本ナビ2017年2月17日閲覧アストリッドリンドグレーンの世界在日スウェーデン大使館公認観光サイトシリーズロッタちゃん絵本ナビ2017年2月17日閲覧エヴァモーターのリコサンリンドグレーン公式サイトの紹介のリコさんを探せ イスラエル人気本のモデル映画監督来日へ、東京新聞、2013年8月10日のりこさん、どこにいらっしゃいますか中日イスラエル大使館、Facebook、2013年3月31日、フィルムメーカーセルチャス、ジャパンフォーイスラ r リーナショナル、アイドルのりこ、サムアーカイブド2013年8月15日、アットザ・ウェイバック・マシン、ザ・朝日新聞、オーガスト12、 2013ありがとうございます。